レッスンプロジェクト。テニスの悩みの 90% 以上はテニスプレイヤーが知るべき体の仕組みと使い方を学ぶと解決する、インストラクターのアンジー村上です。今回はフォアハンドストロークとボレーでグリップを持つ時の人差し指の使い方について説明します。フォアハンドストローク、フォアハンドボレーでは手首を背屈方向にしっかりと曲げることで強いボールに打ち負けることがなく、そしてスイングの力をボールに伝えることが可能になります。この時人差し指を伸ばす自主伸筋を使うことで手関節を背屈に促すことができます。自主伸筋には手関節を背屈させる働きがあるからです。グリップした時に自主伸筋が効果的に働くように人差し指と中指に隙間を空けること、人差し指の根元の関節が伸びていることを確認します。このようにすることで手首の背屈角度が保たれるようになります。打球中にも手関節の角度が変わらないように気をつけてください。手関節角度が変化することは打球のパワーを損ない、コントロールを悪くする原因となります。今回は手関節角度を背屈に保つための人差し指の使い方を解説しました。フォアハンドストローク、フォアハンドボレーで試してみてください。きっとこれまで以上に安定した打球が得られるはずです。テニスは決して難しいスポーツではありません。テニスを簡単にするのもまずは体の仕組みを覚えることからです。そして体の使い方が分かればあなたのテニスはきっと変わります。今後もレッスン映像を公開していく予定です。最新映像を見逃さないようにチャンネル登録をお勧めします。テニスレッスンプロジェクト、これからもよろしくお願いします。それではまたお会いする日まで。